皆さん、どうもこんにちは。しおりです。ご覧ください、この無様な面構え。体調を崩しました。前回引きこもってるよって動画から、急に己の行動力をフルに、弾丸ソウルに行ったじゃん。で、このありさまですね。副鼻腔炎ってやつで、私疲れが出るとなりやすい体質なのか、新卒の時とかは月1でなっててね、熱は高くならないんだけど微熱っぽくぼーっとする倦怠感、これがまあ厄介ですね。なんかさ、鼻が詰まってると余計に熱があるような気してこない？でもいくつかお休みをいただいて、あと一声というタイミング、お腹いっぱいになりそうなほどのお薬たちですが、これは漢方なんだけど、私虚弱ベイビーの頃から漢方を飲んでいたので、お茶の子さいさいなんですね。なんなら今私が食べ物に好き嫌いがないのはこの漢方暮らしのおかげとさえ思う。熱出してる場合じゃないんだよ、親知らず抜かなきゃだしそうそう、ビビりまくってた親知らず橋をようやく予約したから、もう一刻も早く直さないとまた嫌になっちゃうから。元気です。ってことで今日は栄養つけなきゃ治らんぞ、お戻りたまえ己の元気という内容です。賞味期限切れ、賞味期限切れ、ご飯非常用食料庫ほぼ全滅。私賞味期限切れとか厭わず仲間に入れちゃうタイプなので、一品の料理が期限切れの集いみたいになっちゃうことってよくあるのね。もしお腹壊したとしても犯人わからないなって思いながら過ごしてる。賞味期限切れ。それでは始まります、風邪っ引き女が送る35分クッキング。もう今日は凝った料理を作ってる余裕はないので、袋麺とキンパ。手元がいつもよりおぼつかないのも副鼻腔炎のせいでございまして、ただね、こういうちょっと太くなっちゃったものは口に入れてしまえば元通り。で、お次は期限切れ卵。卵は諸説あるらしいですが、私は1ヶ月は余裕で使いますね。上のところに一応日付は書いとくんだけど、それを守った試しがないと言いましょうか。常日頃賞味期限切れの卵で生活してます。で、今回キンパにした理由はもう完全に前回の韓国旅行を引きずってるよね。楽しかった思い出、美味しかった料理、もう一度衣キンパが食べたい。そしておあつらい向けにエゴマもあってね。大変申し訳ないんですけど、キッチンが狭すぎるので床に置いて任せてください。すいません。史上初なんじゃないですかね、床でキンパを巻く女。副鼻腔炎のせいで不揃いになってしまった野菜ナムルと卵、そしてたくあんですね。これは既存のものを使わせていただいてます。どうでしょうか、こんな感じ。これ乗せる具材の量が肝なんだよね。多すぎてやら、もうここの床が汚れてしまうほどに悲惨なことになりますし、少なすぎたら好きなすぎたで寂しい。ああ、もうちょいいけるかもって思った今。欲張りすぎ？欲張った方が美味しいよ。よし。せーの。果たしていかがなものか。あ、いい感じ。いい感じ。うまいうまい。
性の私に小さな幸せ舞い降りました。それで今日はまるちゃんにいたしまして、もう塩と醤油が1個ずつしかないんですけど、それを2玉ミックスさせてもろて、トッピングには19円のもやしと、あと苔のようなネギで、最後の最後一番の大トリはキンパカットで締めましょう。あのおばちゃんの切り方を思い出して切ります。あのおばちゃんの包丁さばきね、ギコギコしないでスーッとスースー。コロモプキンパのようにコロモプできたので嬉しくて写真。もうこの達成感があれば水さえもビール。だってこれって本当に難しくて、あの巻く時でうまくいかない時もあれば、切る時でケチャってなっちゃう時もあったりとか、こんなにうまくいったことないよ。あのおばちゃんの目で見て味わったからこそのこれです。こうやっていくら咳をしたとしても、たとえコロナだとしても、あのコロナではなかったですが、動画のいいところは向こう側のみんなに映すことはないっていうことですね。しかしなぜでしょう、このようにラーメンを見たりラーメンをすすってる人を見ると、すすりたい欲だけは日に日に映ってくるっていう、それがさすごいよね。食が動画の枠を超えている、もはや 3D じゃん。元気でそうとなる。なんか YouTube ショートとかインスタのストーリーとか、韓国に行ってからもう全部が韓国仕様になってて、赤いラーメンとか赤いキムチとかばっか出てきて、もう脳内が韓国料理で締められてるんですね。怖い怖い。そうなんです、あのもう AI にお前はこれが見たいんだろうと言わんばかり、美味しそうな韓国料理ばっかりショートとかで流れてきてね、なんか悔しいから抗いたいんだけど、結局美味しそうだから見ちゃうみたいな。で、なんていうか、そうやって好きなものはとことん沼っていきやすい世の中だけど、逆に他の好きとか他の興味を見つけるためにはちょっとばかり不便というか、やっぱりそういうのには AI は不向きと言いましょうか。何よりこの携帯の中っていうのは、たくさんの私たちの視力と聴覚、そして興味の奪い合いを知っている方たちがたくさんいるってことだし、そんなこと言ってる私だって今この見てくださってるあなたの時間を奪っちゃってるんですから。まあまあ、まだ YouTube のロング動画っていうのはクリックっていう決断によって始まる時間だから、まあいいのかな。でもなんていうか、なのでこの時間がちょっとでもあったかいものになりますように願ってます。よろしく頼む。使ってみるね。聞こえてますか？たくあん食べますよ。ちょっとしょっぱい？美味しいです。こんな鼻声の特にやんなくていいね。終わります。
唐突すぎる憧れの ASMR ごっこタイムでしたが、いかがだったでしょうか。なんかむしろ普通に食べてる時の方が音をしてないかみたいな、チープマイクで、そうしておもむろに取り出して振りかけているこの粉なんでしょうか。すごい、一気に薬膳になった。あのね、ターメリックとコリアンダー入れてみたんだよね。やっぱり風邪にはスパイスが効くっていうのはあると思うので、ターメリックでウコンパワーを注入して、コリアンダーはなんだか知らないけど、でも香り豊かで私は行きました。やっぱり寝込んでるだけだと人間ってダメで、ちょっと良くなってきたらこういう味覚からの刺激、そして海の楽しみみたいなものを味わうことって大事だなって。これが一番美味しい。やっぱり食は生きがいだとふんふん感じた私なのでした。はい、ということで実家からもらったシャインマスカットを食べておりますが、なんか最近ほんとつくづく思うけど、季節のフルーツが食べれるってすごいありがたい話だよね。皆様お騒がせしました。こんだけ食べれてるから大丈夫、治る。みんなも本当に疲れすぎには気をつけてください。私はもう大丈夫です。心配おかけしました。次は元気に親知らず。また元気に会いましょう。じゃの。いや本当にこの翌日からあれよあれよと元気を取り戻してきたので、食は命なりということを痛感させられました。みんなもたくさん食べて頑張りすぎず泣いてください。というわけで、じゃあのー、ありがとうございました。